皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今回はですね、電力不足ということで、電力需給がですね、逼迫警報発令ということで、夕方のピークに向けて余力がないということで、経済産業省からも、ウェブ上でね、警告というか、記事が出ています。で、電力需給が厳しくなる見込みのため、東京電力管内での節電の協力を要請し、節電のね、発令というか、お願いが、昨日ぐらいからですかね、出てます。で、エアコンは20度程度、使用していない、照明を消すなどの対応を呼びかけているということで、で、東北電力管内においても、逼迫警報が、発令されたということで、あらゆる需要対策を踏まえても、予備率が 3% を下回る見通しとなった場合に発令されるということで、予備率が 1% を下回る見通しの場合、大規模停電を避けるため、計画停電の実施を行うこともあるということで、ちょっと何年前か忘れましたけど、計画停電もありましたよね、以前ね。なので、協力したいっていう方もですね、当然あると思うし、SNS 見てると、一応ね、自分たちもこう最低限のことというか、生活のために使ってるから、節電したくないというかね、こう削るに削れないみたいなコメントも多かったので、非常に難しい問題ですよね。原発再稼働みたいなね、ことで、とにかくね、今、岸田さんの対策、政府の対策がね、全般遅いというか、そんなことやってる場合じゃないっていうところに力入れて、こうやって国民の人がね、お金で困る、電気で困る、災害で困るっていうことは、ギリギリになってこういう、協力してくださいって言ってですね、海外のこととかね、将来のことに、投資とかね、目を向けて、今日現在起きてることが後回しになってんじゃないかなっていう感じがするんですけど、東京電力、東北電力、こういったことが起きた際に株価がどうなるかということで、ちょっと見ておきたいんですが、東京電力は、プラス13と。で、直近見ても、かなり上げているというかね、高い水準に来ています。なので、他の、そうですよね、電力、エネルギーが、弱いというか、下げたりとかね、してる分、やっぱりこう、需要があるものに集まってくるというので、今回というかね、また次、似たようなことが起きれば、データとしては、株価としては上がっているということで、絶対同じにはならないですけど、ちょっとデータとしてね、一応見ておきたいなと。で、東北電力なんですが、こちらも、プラス 0.6% なんですが、上げということなんですが、東京電力に比べるとね、全く違うチャートになってますね。窓大きく上げて、下げてるということで、ただですね、東京電力と東北電力の違いというかね、で言えば、地震で火力発電所が被災して、高コストの市場調達が急増しているということで、ここがね、さっきのね、チャートの全然違う形に現れたということで、やはり、需要が増してるんでチャートが上がるっていうのは、ベタな展開かと思うんですが、ただ、東北電力の場合、需要は増してるんですが、供給源であるものが、前回のね、地震でちょっと今使えないということで、コストが高く他から集めているということで、結局チャートというかね、動きとしてはマイナスに働いているということです。今回はですね、電力、需給が逼迫しているということで、記事を見させていただきました。次の動画でまた、今日の、株の動きチェックしていきたいと思います。ありがとうございました。